です。お願いしまーす。あのこの間友達と遊んだんだけど、俺だけ自転車乗ってたから友達後ろに乗せてチャリで二ケツしていったのよ、うん、そんでその後さ、それでは神山被告のチャリ二ケツ事件の判決を下す。やばいやばい、嘘でしょ。懲役50年やばいやばい、または100万円の罰金、払えないってちょっと、またはスクワット1回釈放。ご苦労様です。ありがとうございます。よかった。そんでその後何した。ああその後はコンビニに行ったんだけど、これ何の間違いか分かんないけど、 お釣りを多くもらったのよね。でまあいいかと思って、それでは神山被告の釣り銭詐欺事件の判決を下す。やばいって。釜茹で、釜茹で、嘘でしょ。または下切り、地獄の刑罰すぎるって。またはやばいってちょっと、しこ踏み1回釈放。危ねえ、危ねえ。お勤めご苦労様です。ありがとうございます。よかった。そんでその後何したの。いやまあその後はまあいいじゃんかね、うん、その後何したの。いやまあいいじゃんか、もうさ、うん、何したの。いや外出たら雨降ってたから傘立てにある傘、人のだけでもそのまま使っちゃったんだよ。それでは神山被告の傘窃盗事件の判決を下す。やばいって電気椅子。やばいって電気椅子は。ちょっとねえ、ああやばいやばい、だってやばいって。執行、罪重すぎるって。もう費用どうもありがとうございました。